今回の動画は球界を代表する坂本勇人選手の幼少期から現在に至るまでの生い立ちについて紹介していきます。誰も知らない裏話などがあるので、ぜひ最後までお楽しみください。1988年、兵庫県伊丹市にて3人兄弟の真ん中として生まれました。野球に初めて触れたのは幼稚園の頃でした。6歳上の兄ゆうたさんのお下がりグローブをもらったことが嬉しくて、毎日毎日どこでも壁当てばかりしていたそうです。小学1年生から本格的に野球を始め、小屋の里タイガースに入団します。当時このチームでこんなすごいエピソードがあります。それは坂本がピッチャーを務め、キャッチャーがなんとあの楽天ゴールデンイーグルスの田中将大が務めていたことです。この2人が当時バッテリーを組んでいたことがあります。今や日本球界を代表する選手がバッテリーを組んでいたことに驚きですね。当時の坂本と田中将大をよく知る男性は彼らの性格についてこう語ります。田中は練習でも何でも黙々と取り組む子でも、内に秘めた気持ちの強さもありました。隼人は楽しんだり悔しがったりするが、悔しがったりが分かりやすい活発な楽器対象でしたと語っています。対照的な性格の2人は野球では常にライバルであり、打撃練習で左翼方向にある校舎に向かって放つ打球の飛距離や遠投距離、練習後にグラウンドを横断する約 500m の競争などと常に競い合っていたそうだ。小学6年生の県大会ではなんと準優勝を果たします。また坂本はショートも守っており、6年生の時には投手と主将を兼ねていました。そんな坂本は幼い頃に両親が離婚しており、母子家庭で育ち、母親が3人の子を1人で育ててきました。兵庫県伊丹市立松崎中学校に進学し、リトルシニアの伊丹シニアに所属します。中学時代から本格的にショートを守り始めました。坂本のポテンシャルは天才肌と呼ばれ、アドバイスをすぐにマスターしたそうだ。相手チームからもあそこに打ったらヒット1本損するとまで言われ、守備は一級品だったようだ。中学2年生の時には関西選抜にも選ばれていた坂本は、地元の兵庫の複数の強豪高校からの誘いの声がかかり、高校へ進学できると思いきや、まさかの出来事が起こります。それは中学校側が推薦は出せないとまさかの推薦を拒否。それには学校生活での態度に問題があったそうだ。かなりのやんちゃであり問題児であったそうだ。しかし奇跡の出来事が起こります。青森県の光星学院高校、現在の八戸学院光星が甲子園出場のため関西に来ており、金沢監督にやんちゃだけど素晴らしい素質を持った選手がいると一本の連絡が入ります。それを聞いた監督は直接訪問し、坂本を気に入ったようで、光星学院高校への進学が運よく決まりました。偶然の出来事が坂本の野球人生を救ったのです。また伊丹シニアのコーチであった田中さんは当時の坂本についてこう振り返ります。中学の時は一匹狼だった。人とはあまり群れずにやりたいことをとことんやる感じ。興味を示してコーチとかのところにもどんどん来ていた。だけど面倒くさそうな練習だなと思うことには離れていった。昔から容量が良かったよ、全部やっていたら体が潰れるからね。下級生の練習でも面白そうなことをやっていたら隼人も来るけど、つまらなそうと判断したらすぐいなくなっていた。容量の良さというのかな、それがプロになる力だったのかもしれないと語っている。高校では1年生の秋からショートのレギュラーとして出場します。野球センスは天才的で、高校時代から素材としては高い評価でありました。将来指名することになるジャイアンツの大森スカウトは坂本選手の才能に高校1年生から惚れ込んでいました。2006年の春の選抜高校野球に出場し、優勝候補の岡山県代表の関西高校と対戦します。3年生の坂本は4番ショートとして出場します。プロ注目の投手からいきなりレフト前へ先制タイムリーを放つなど、5打数3安打1打点2盗塁の活躍を見せたが、チームは4対6で敗れます。坂本にとっての甲子園はこの1回だけで終わってしまい、全国へ坂本の名前が広がることはありませんでした。そんな坂本は高校でもかなりのやんちゃでした。そんな中坂本は退部事件を起こします。1年生の正月休みに帰省し学校に戻ってきた時のことでした。
ミーティング時いつも坂本は後ろにいますが、その日に限り監督の目の前に立っていました。監督は珍しいと思い、坂本をよく見たら鼻にピアスをし、明らかに舐めている気で来たと感じました。監督は坂本に特に怒ることなく部屋に呼んで、やめる気なのかと聞いたら、はいと答えたので、その場で荷物をまとめさせ飛行機で帰宅させました。しかし監督は本気で辞めさせる気はなかったので、彼が飛行機で伊丹に向かっている間、彼の家族や知り合いにお願いをして、まだこんなところで終わる選手ではないと説得をお願いしました。そうすると1週間後に彼は戻ってきました。この騒動により、野球のない自分は自分じゃないと心を改め、誰よりも野球に真摯に取り組み、その姿は別人のような存在へと変わっていきました。2006年のドラフト会議にて、巨人が1巡目で野上直道を指名していたが、外したことにより外れ1位での指名となった。当初、坂本って誰？とファンの間から声が上がり、それに対して坂本は、ジャイアンツの皆さんって優しいですか？自分ちゃんと会話していただけるか不安で、と今では別人のような不安の様子を出していました。プロ1年目の2007年、母はがんとの闘病生活をしていましたが、かなり悪くなり、それを悟った坂本は亡くなる前に自分の試合を見せようと2軍の試合へ招待しました。そして第1打席の初球をいきなりホームランを放ちました。その後も二塁打を放つ息子の大活躍に母親は涙を流して喜んだそうです。その1ヶ月後に他界しました。2年目の2008年には、巨人では松井裕樹以来の10代での開幕スタメン入りを果たし、なんと高卒2年目で全試合スタメン出場を果たします。2009年2年連続での開幕スタメンを果たすが、腰痛が発症したことにより連続試合出場記録は226試合で途切れました。2010年は主に1番打者として全試合フルイニング出場を達成。そして2014年までは5年連続全試合フルイニング出場を達成します。しかしその後調子を落とす年もあり、2016年には過去3年間の成績に危機感を持ち、侍ジャパン強化試合の練習中に筒香智弘や中田翔などから助言を求めました。その結果、打率3割4分4厘となり、自身初の首位打者と最高出塁率のタイトルを手にしました。2020年にはプロ野球史上53人目となる通算2000号安打を達成した。巨人の生え抜き選手では阿部慎之助以来の球団6人目となる。2022年は怪我により2008年から続いていた開幕戦の先発出場が14年連続で途切れた。そんな坂本は現在も球界を代表する選手として活躍しています。どうだったでしょうか。今回の動画はここまでになります。このチャンネルではプロ野球に関する様々な動画を投稿していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。